いろいろあったが今は全部忘れてまた仲良く。誰がそんなこと言った。ヘブ通訳が戸田夏子連れてこい。俺たちがあのバカといつ仲良くした。今度は簡潔に言うからしっかり伝えてください。ファッキューダース。いや、なんで外国人になってんの。高杉氏、要するに彼はこう言ってます。あなたとファッしたいと。そこだけ直訳すんな。